こんにちは。今回は高輪ゲートウェイシティについて見ていきたいと思います。高輪ゲートウェイシティの開発面積は約 9.5 ヘクタールで、4つの街区にまたがる大規模な再開発プロジェクトです。2020年3月に開業した高輪ゲートウェイ駅に加えて、駅前から北に向かって1キロを超える細長い敷地約7万2000平方メートルに合計5棟の複合棟が建設され、2025年度内までに東京に新たな国際タウンが誕生する予定です。品川駅方面から順に複合棟1、複合棟2、文化創造棟、住宅棟の4つの街区に分かれています。複合棟1はノース棟とサウス棟で、高輪ゲートウェイ駅前に建設される国際交流拠点の象徴となるツインタワーです。サウス棟は地上30階、地下3階、高さ158メートルです。ノース棟は地上29階、地下3階、高さ161メートルです。駅直結の立地を生かし、国際的な大企業本社機能の入居を想定したハイグレードオフィスを有するほか、国際会議の誘致を想定した大規模コンベンションカンファレンス機能を整備します。高層にルーフトップレストラン、低層部全体に商業施設が展開します。サウス棟高層部の22階から30階には JW マリオットホテル東京が入ります。約200室を備えた超高級ホテルで、レストラン、バー、ラウンジ、スイミングプール、フィットネスセンター、スパなどを備えます。開業は2024年度末の予定です。複合棟には地上31階、地下5階、高さ166メートル、敷地面積1万5000平方メートル、延び床面積は20万8000平方メートルです。泉岳寺駅に隣接する大規模な複合棟です。フレキシビリティの高いオフィスフロアに加え、商業施設やクリニック、フィットネスを完備し、ビジネスワーカーの街での暮らしを支えます。エネルギーセンターや地域冷暖房設備を有しており、街全体に環境性能の高いエネルギーを供給し、災害時も電力や熱を確保します。完成は2025年3月の予定です。文化創造棟は地上6階、高さ45メートル、敷地面積8000平方メートル、延び床面積は2万9000平方メートルです。約1200席のライブホール、約1500平方メートルの展示室、約300平方メートルのオルタナティブスペース、約200平方メートルの畳スペース、足湯や屋上庭園などで構成されます。緑と木によって形作られたスパイラルにより、建物全体で日本の四季を表現しています。完成は2026年3月の予定です。最も北側にある住宅棟は地上44階、高さ172メートル、敷地面積1万2700平方メートル、延び床面積は14万8000平方メートルの高層マンションです。高級賃貸住宅として用いられ、外国人ビジネスワーカーを想定したレジデンスです。低層部にはインターナショナルスクールも入居します。完成は2026年3月の予定です。高輪ゲートウェイシティは、ホテルは JW マリオット、オフィスは国際的大企業向けのハイグレードオフィス、国際会議場も設けて、住宅は海外デザイン会社が手掛ける高級レジデンス、さらにはインターナショナルスクールも入居するため、外国人を意識した再開発といえます。オフィスの入居企業は明かされていませんが、外資系企業の日本本社をターゲットにしているようです。総事業費は5800億円で、 JR 東日本で過去最大の再開発事業になります。ということで、今回は高輪ゲートウェイシティの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。